諦めんなよ。こっからやろ。はい、行け行け。よっしゃ。体力の限界に挑む過酷な訓練。これ立って進むやつなんだ、おい。ああ立って進むやつなんかって。いや、みんなやってるやろ。お前だけずるすんな。お前立ったら頭下がるやろ。起きるぞ、怪我に。新人たちに徹底的に叩き込む機動隊の心構え。お前らよりしんどい人がいっぱいおんで、それを助けに行くからな。分かったな。あらゆる現場の最前線に立ち、命を守る最後の砦。大阪府警機動隊の隊員たちの姿を追いました。いきます。電荷銃かかってます。窓ガラスあるの注意。はい。ロープを使った高所訓練をしているのは大阪府警警備部第二機動隊です。山での遭難者をロープで引き上げるのに必要なロープレスキュー隊の資格を取るため特別な訓練を受けています。これもじゃあ逆、これも逆、こっちです。メインも付け替えます。今年4月から機動隊員になった西野正樹巡査部長、この訓練の肝になるロープの結び方に苦戦している様子です。 OK です。地震などの災害はもちろん、海や山での遭難事故など、さまざまな現場で人命救助に当たる機動隊。中でもロープレスキュー隊の資格は合格率 18% といわれる難関で、5日間の訓練の最終日に試験が予定されています。なぜ今回受験されようと思ったの？レンジャーを持っていれば、そのいろんな広域緊急援助隊であったりとか活躍する場面が増えるんで、自分の仕事の幅とか、出動できる場面も増えるんで、はい、取ろうと思いました。機動隊は1952年、戦後の混乱期に治安維持のために発足しました。暴動の鎮圧や雑踏警備、災害時の人命救助など幅広い活動を展開しています。最近では各国の首脳が一堂に会した G20 で厳重なテロ対策を行い、去年阪神タイガースが優勝した際には道頓堀川で警戒に当たりました。活動の場所は大阪に限らず、頻発する災害の現場に真っ先に派遣され、救助活動の要となっています。5年前、警察学校を卒業し交番勤務などを経て機動隊に入った西野さん。有事に備えつつ、普段は空港内を巡回しテロの警戒に当たっています。西野さんは教育大学に通い、教員免許も取得していましたが、ある授業をきっかけに警察官を目指すようになりました。学生時代に附属池田小学校の事件のご遺族の話を聞く機会があって、その話を聞いた時に、自分は教える立場よりもそういうことがあった時に守ったり犯人を逮捕できる警察官になりたいと思って警察官を志しました。いざという時に子供を守りたい、そんな思いで警察学校に入校。初めて機動隊の訓練を受けた際には先輩隊員の厳しさの裏に機動隊としての使命感を覚えたといいます。厳しかったんですけど、やっぱり励ましてもくれますし、自分たちもそういう風になりたいなって憧れれる存在でしたね。厳しい訓練は多いんですけど、やっぱり命に直結することであったりとか、そういう場面で、自分らがちゃんとできるようにするための訓練なんで、厳しくあるのは当然なのかなとは思います。
西野さんも警察学校時代に経験した機動隊による訓練。今年は指導員として警察官の心構えを教えます。飛ばすなお前、何のために運んどんねん。朝から鉄棒までダッシュしてタッチして帰ってこい。行け。警察学校で10ヶ月間を過ごす初任科生たちにとって卒業前の最後の試練です。お前らよりしんどい人がいっぱいおんねん。それを助けに行くからな。分かったな。どんなに辛くても僕平気です、頑張れますっていう顔しろ。分かったな。よろしく。まずは水害を想定した訓練から。氾濫した川をせき止めるためできるだけ多くの土のうを運びます。より負荷をかけるためしゃがんだ状態を保ちます。川が氾濫してるぞ。川が氾濫。氾濫までいた方ですか。みんなこれ立って進むやつなんか。おい、いえ、立って進むやつなんかって。いえ、みんなみんなやってるやろ。お前だけずるすんな。一瞬の気の緩みが命取りになる過酷な現場。後輩たちがどんな苦境にも打ち勝てるように指導員たちも容赦しません。何歩いて行っとんのか。運んでええんやろ。触んなよ、みんなやってんねんから。おい、落とすなよ。頭下げんな。お前立ったら頭下がるやろ。落ちるぞ怪我に。お前らがしてほしかったら俺とことん行くからな。分かったな。続いては救助用の船を運ぶ訓練。エンジンや救命具などを乗せると100キロ以上の重さです。自分がどんなに苦しい状況でも諦めず目の前の命を救う仕事だからこそ強靭な体と精神力が求められます。身体的にもですね、その現場での判断、こういったものも非常に厳しい中での活動となりますので、現場において弱音を吐いたら助けれませんのでね、どんなに厳しい現場においても冷静な判断ができるように厳しい訓練をやっておると。ただいまから令和6年度ロープレスキュー養成員訓練隊長点検を行います。ロープレスキュー隊の資格の取得を目指していた西野さん、訓練も最終日、いよいよ試験です。一個やっぱりミスがあったら人命にも関わることなんで、何よりも失敗をなく安全に行けるようにと思ってます。5日間しっかり訓練したんで頑張ろうと思います。想定開始。よし、準備いきます。よし、はい。西野さんは隊員たちの状況を見ながら指示を出す指揮官役を務めます。しっかり指導します。準備。ここからじゃあ要求引き上げるんで、転落した負傷者を素早く安全に救出できるかが試されます。了解。了解いきます。了解。BBA ペース OK。 OK。メイン以上ラッシュです。 BBA ペース OK。 残り3メーター。残り3メーター。ペース OK です。この間にストレッチャーを乗す。次 R2 で降りたらゲーム切り替えます。全部チェックします。 OK。 カビナよし。現在全荷重。了解。荷重チェック OK。このまま引き上げます。せーの、いけ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 。隊員たちが連携し
要救助者を引き上げます。あと約2メートルでキャッチ、いいけ、あと1メートルでキャッチ、ストレッチャーキャッチ、ストレッチャーキャッチ、メイン緩めてください。訓練初日には50分以上かかっていましたが、この日はわずか15分足らずで引き上げることができました。試験の結果は、ロープレスキュー養成員に指定されバッジの交付を受ける者、第三中隊巡査部長西野正明。はい。難関を突破し見事合格です。これで終わりではないね。これから本番に現場に行ってですね、一生懸命頑張っていただいて、で国民の方、全国民の方をですね、助けていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。楽しかったです。いろいろやってる中で意見がぶつかるところもあったんですけど、でけどいろいろ話できてよかったです。もしもの時、体を張って市民を守る機動隊、今日も鍛錬を重ね有事に備えます。